ではすみません、ラフな格好で僕も失礼しまして、神尾さんのおっしゃってたことと重複になっちゃうんですけれども、僕の方からもじゃあ簡単にこう僕との関係で皆さんをご紹介で、僕はまあ美術作家として絵を描いたりとか彫刻を作ったりして暮らしてるんですが、まあ一人で作って、実は一人でなんて言うんでしょう、販売したりとか発表ができるわけじゃなくて、作品を扱う業者さんっていうのはやっぱり必ず画廊さん、ギャラリーさんがいるわけで、玉屋さんっていうのは僕とずっとコンビでもう14年15年ぐらいになりますかね。ですからずっと二人で二人三脚で僕が作ったものを玉屋さんが扱ってくれるっていう、まあ野球の選手と球団とか漫画家と編集長とかそういう関係に近いと思うんですが、まあ、そちらが玉屋さん、それでまあ学芸員の神尾さんは、まあ美術館の学芸員というときっと皆さんもご存知だと思います。あとはこの朝日新聞社さんっていうのがこの展覧会という巨大な歯車を動かしてくれる動力になってくださってて、まあ、スポンサーという言い方をするとあんまり良くないかもしれないんですけれども、プロデューサー的な立ち位置で、こちらの柴田さん、それから木村さんのお二人がプロデュースをしていただいて、この大きな展覧会を企画してくれました。まあ、この4人のキャッチボールで今日はお話ができればと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はあの昨日からですかね、館林にあのおじさんを入っていただきまして、展覧会場を見ていただきまして、館林をあの満喫されたと聞いておりますので、後でその話もしたいと思うんですけれども、まずあの館林会場をご覧になっていかがですか？いや本当に素晴らしい会場で、どこでもいてるわけじゃないですよ、これに関しては。僕は自分の作品を展示するときに、実はいつもこう白い背景で作品の写真を撮るんですね。ホワイトバックっていう風な言い方をするんですけれども、僕は着てるモチーフが鎧兜であったりとか、まあ明らかに侍に見えるようなものを作ってるんですが、なるべくそれをフラットな目線で見せたいとか、先入観を持たれない目線で見せたいとかっていう思いがあって、何かその木の風合いとか畳とかそういう和的なものとかは排除して白い空間で作品を見せたいなと思ってるんですが、本当にこの館林の美術館ってそれにぴったりだったんで、まあ、会場設計は実は僕の兄が建築やデザインをやってて、兄と毎日毎日いろいろ議論しながら、とってもなんか素敵な空間にしてくれたなと思います。あの玉屋さんいかがですか？あの多分神尾さんは忘れてらっしゃると思うんですけど、あの数年前、2000、立体の展覧会いつでした？2016です、ね、16年に、はい、あの再発見日本の立体、はいはいはい、ここで初めて神尾さんに、神尾さんとも初めてお仕事をしました。あまりに綺麗で、野口さんと一緒に伺ったんですね。そうですね、日本の立体展というグループ展でしたよね。いろんな作家さんが、もう亡くなっている作家さんや僕みたいに生きている作家も含めて、いろんな作家さんが参加するグループ展で初めてこの館林の美術館に呼んでいただきましたね。その時にやっぱり神尾さんとお仕事をちょっとさせていただいたり、この会場の雰囲気を見て、神尾さん忘れてらっしゃると思うんですけど、展覧会したいなって僕ら言ったんですよ。あれそしたら、断られたんですよね。そうでした。山口明さんが群馬で展覧会をしてて、羨ましいなってお話をしてたんですよね、僕らが。あの方は桐生だからっていう、そういう、はい、山口さんはもう群馬の宝だから、それは当然群馬でできるぜと、お前どこの出身だみたいな感じの空気になって、もう僕香川県なんで、ちょっと群馬とゆかりが薄いとちょっと難しいのかなっていうお話でしたよね、玉屋さんと。いや、あの否定されますけど、僕らは県もほろろというか、なんとなく、あ、まあそうですよねって言って、そのまま二人で帰ったよ。そうでしたね。そしたら数年後に会うときに、神尾さんとお会いしたときに、ちょっと巡回展やるんだったら、私たちにはちゃんと、もしあれだったら、あのやりましょうって言っていただいて、それでもうすぐに僕は朝日新聞の柴田さんにお話しして、でいざこう、僕もでも最初に伺ったときに、やっぱあまりに綺麗で会場が、で建物もすごいじゃないですか、一番綺麗です。だからもう初めから、僕はもうこうなると思ってる。確信があったわけですね。まあ、僕ももちろんその当時から確信ありましたけれども。感想というかね、はい、
いや、しっかり忘れてたことなんで、埼玉県日本の立体の時は、また後で出てくると思うんですけれども、いろいろ質問攻めにされまして、私。それで、やっと野口さんって方を少し理解したかなというふうに思いかけたところがあったので、まあ、いつか出て何回やりたいなって思っているのが私の記憶だったんで、ちょっとごめんなさい。他のことはすっかり忘れてた。実はこの建物がものすごく立地が良くて綺麗っていうのもありますけれども、この館林の美術館さんが持ってらっしゃるフランソワ・ポンポンという彫刻家がいらっしゃって、実は僕が一番尊敬する作家さんっていうのがそのフランソワ・ポンポンなんですね。それは日本画の武者絵を描く前田青村でもリアルな彫刻を作るロダンでもミケランジェロでもなく、僕はフランソワ・ポンポンという作家を一番尊敬してて、まあ、それでそういうご縁もあってですね、また後ほど皆さんでそういうお話がしたいですけれども、入ってますね。ポンポンの話は、確かに2016年の時にされたんですね。その頃は私はまだ野口さんがポンポン好きっていうことがまだピントを切ってなかったんですよね。この作品の代表作なんで、ちょっとそういうふうにリップサービスしてくださったのかなぐらいに思ってたんですけど、その後、何かの機会があるたびに、あ、野口さんって本当に本邦が好きなのかもしれないっていうふうに思い出して、今に至るんですね。どんな話からしていいか分かんなくなっちゃったんですけど、まず、昨日、館林にいらっしゃったんですけど、なんか今日の朝、館林をこうぶらぶら7キロぐらい歩かれたっていうふうに伺ってるんですけど、ちょっとまずその館林の話からしていただきたいなと思うんですけど、そっちから入っても大丈夫ですか？大丈夫ですね。私から昨日野口さんと田村さんが館林に入られまして、まあ、野口さんも私も歴史が好きだということもあって、で、まあ、せっかく館林で開催させていただくのであれば、ちょっと館林のことを知りたいということで、朝の9時からですね、2時間ぐらいお城の付近を歩かせていただきました。一番最初に行きましたのが榊原康政の菩提寺のある善道寺というところにまず朝行ってきました、はい、でそこで、そうですね、本尊のあるところなんですけれども、ちょっとお墓を、見てですね、榊原康政さんにちょっとご挨拶をさせていただきました。榊原康政という武将は皆さんってご存知ですかね？あんまり僕は外でお侍の話ってしないんですけれども、彼は有名な肖像画が残っていて十分になってるはずだと思うんですが、あ、そういえばその画像持ってくるの忘れちゃいましたね。僕はその榊原康政の画像っていうのがとても好きで、まあ残念ながら多分本人の死後に描かれたものだとは思うんですけれども、緊張感のある構図ですごくいい絵で、今左の下に切手のようにちっちゃく写ってる茶色いものが見えますが、あれがその絵がプリントされてる石碑ですね。実は僕はシャネルをモチーフにしたシャネル侍というシリーズの作品を作ってるんですが、それの平面作品の構図のモデルにしたのが実はこの作品なんです。今回出てますね。今回出てます、はい、ですからもしもご興味のある方は、まあ、Google なんかで調べていただくと榊原の肖像出てくると思います。で、この善道寺さんが結構中も境内もすごく広くって、こういった池とかがあるんですけども、ちょっとそこで写真をパチリパチリとみんなで撮ってたんですね、はい、他にお客さんはいらっしゃるんですか？他には誰もいらっしゃらなかったので、ちょっとマスク外させていただいて、はいはい、記念撮影をしてまいりました。昨日まで大雨だったんですけど、今日はそういう、そうですね、雨上がりの、緑のすごく綺麗な感じで、でも気持ちが良かったですね。でその後にお城の浄土間っていうんですかね、はいはい、日本遺産と
登録されたとお聞きして、あの蓮の花がすごく、はい、あのありまして、来週の7月10日からその蓮浜遊覧船が、ね、スタートする。そうですね、今日はちょっと乗れなかったんですけども、うん、ちょっとその城沼のほとりをみんなで散策して、うん、あの歩いてきました。あのウォーキングとかあのジョギングとかされている方が結構いらっしゃいました。完全にこの時もうグロッキーですね。2時間歩くとクタクタになりますよね。で、まあ、あのこの城沼というのがその館林城 のお堀に当たるんじゃないかとか、なんかそういうこともちょっとこう想像しながら、ちょっと方角とかも見ながらですね、あの館林城ってどうやって作ってたんだろうかなっていうのをこう歩きながらみんなで話し合っていたんですね。ちょっとずっとステージを行っていただいて、で最後にあのですね、城門の方にあの回っていくんですけども、ここはあの帆引稲荷神社というところで、そのお城が作るそのゆえんというか、その狐がその尾っぽでその縄張りをこう描いていくっていうようなあの由来があるその神社さんに、ちょうどあの6月30日の、晦日の名越の払いのこの、縄から来ましたんで、みんなでちょっとこう3回お回りしてですね、今回の展覧会の成功を祈ってきました。なんかとても美術の展覧会とは思えないような公演内容の館林のシンポジウムみたいなのがありますよね。これが館林 の城門ですね、はい、復元されたというふうに伺ってまして、ちょっとそこで、まあ、大体2時間ぐらいですけども歩いてきて、ちょっと頭をリフレッシュして今回あの講演会に臨んでいただいたという。あ、詳しいですね、柴田さん。はい、せっかく館林なので、館林あの美術館に来て、皆さんその後行くとこないんですかってよく聞かれて、ちょっと答えに困るので、あの今回は、まあ、侍じゃないっていうタイトルなんですけど、侍つながりで、まあ、こういうところを訪れていただくのもいいかなと思いますけども、はい。それにしても今回あの展覧会タイトルが「This is not a Samurai」っていう題名なんですけども、はい、あの侍、まあ、侍、私のようにこう侍のことが分からなくてもこの展覧会は楽しめるっていうのは知ったと思うんですけども、このタイトルを決めるきっかけっていうのはあるんですか？そうですね、実は先ほど見ていただいた僕たちが朝散策した、まあ、歴史の遺構であったりとか、この館林の名所と言っていいと思うんですけれども、歩いてても思うんですけれども、なんかこう歴史というと今と断絶した全然違うものをイメージしがちなんですね。戦国時代だったり桃山時代だったり江戸時代だったりっていう、なんか遠い世界のように思ってしまうんですが、実はそういうのって今と地続きになってて、ほんの僕たちの何世代ですかね、20世代か30世代前の人たちがお城を作ったりちょんまげ打ってたりしてたと思うんですね。なのでこう歩いてて思うんですが、人間って山を切り崩したり谷を埋めることってできないので、地形はそのまま残ってるわけですね。なので散歩をしながら玉谷さんや柴田さんと話してると、昔の大きな街道があって、今でいう国道ですよね、そこをなんかお侍たちが参勤交代に使ったりとか、京都まで行って馬で歩いて行ったりする国道があったりすると、そういうところって通行税取ってたんですかねってお話をするんですが、まあよく考えてみたら今も僕たちは高速道路を走るときに必ず、まあ、通行税ですよね、お金を払いますから、道のメンテナンスをパブリックの機関がするときに必ずそこにこう料金って発生するので、多分お金取ってたはずだと思うんですね。そう思うとこうファンタジーだと思ってた歴史がちょっと身近になってくるような気がしてですね、なんか長い長い枕というか前振りになってますけれども、 This is not a samurai っていうのも、まあこれは侍じゃないって僕は意固地に主張をしたいつもりはないんですが、まあ侍っていうバイアスを取り払ってですね、あんまりそのレッテルを貼らずにフィルターをかけずに人のことを見たいなというか、まあ肌の色の違いとか国籍とか住んでる場所とか、なんかいろんな自分と違うものをどうしても探してしまいがちだと思うんですよね、僕たちは。それで自分と違うものを相手の中に見つけようとしちゃうんですが、そうじゃなくて向こうも人間こっちも人間っていう、
ただ適合している法律は違うと思うんですが、いやそれでも同じ人間だっていうのがなんか僕の政策の根幹に一致していると理想かなと思うんですが、これちゃんと答えになってるんでしょうかね。はい、多分野口さんにとってはその侍がとても自分にとってリアリティがあるっていうようなことかなと思うんですけれども、野口さんにとってそのリアリティってどういうものなんですか？リアルですね。リアルの定義って人によって違うと思うんですよね。だから10人いれば10人のリアルがあっていいと思いますし、それはなんか美味しいとかかっこいいとかっていうのと同じように、一つの美味しさに決めつける必要はないと思うんですけれども、例えば僕はリアルなもの、リアルな鎧を作る、リアルな侍を作るっていうもちろん解釈でいいと思うんですが、じゃあ生き人形とかっていう、まあ、侍をリアルに作って江戸時代の彫刻が立体作品があるんですが、あれがリアルかというと僕はどうしても生き人形がリアルに思えないんですね。それで僕とは自分の作品と生き人形の関係ってないように僕自身は感じているんですが、もちろん生き人形を否定するわけじゃなくて、ああいうジャンルのものがあっていいと思うんですけれども、確かに2016年 の再発見日本の立体の時は、まあ、いろんなその立体で、彫刻と彫刻でないもの の境目はどこにあるのかみたいな話があったんですね。そもそもなので、そういう境目、特にやっぱり彫刻っていうとその西洋から入ってきた彫刻っていう考え方がそのまま日本に受け入れられていったので、西洋的彫刻でないものっていうのは忘れられてしまっていたんですね。ですから生き人形は今でこそなんか生き人形っていうふうに知られてると思うんですけれども、これ20年ぐらい前に生き人形って言ったら何ですかそれはっていうふうになるぐらい忘れかけられていたものだと思うんですね。それで2016年の時は生き人形をもう出品したいというふうに思ってたんですけど、ある日野口さんから僕の作品を生き人形の隣に展示しないでくださいって言われたんですね。でそれはもちろんできるんですけれども、生き人形を出品しないでくださいって言われるとちょっと展覧会の成り立ちとしては困るなと思ってたら、そういう意味ではなくて、まあ、自分と生き人形は近いものではないっていうふうなことをおっしゃりたかったんだと思うんですけども、隣に展示されるとどういうことになるんですかね。やっぱりこう表面が似てると似たものになっちゃうんですが、例えばそうですね、クジラは哺乳類なんですね。でもサメ、シロナガスクジラは哺乳類でも、サメは今度は逆にジンベエザメは魚類になっちゃうわけですね。その2つはとっても進化の過程でよく似た形になってるんですが、本質的には違うものだと思うんですね。哺乳類と魚類ですから。ただ2つが同じ魚だと見えるように展示してしまうと、それはちょっと区分けの仕方が乱暴になっちゃうのかなっていう気がしてですね。そもそも生き人形っていうものをご存知な方はいらっしゃいますでしょうかね。あ、でもそんなに多くないですね。これは江戸時代に作られた、まあ非常にリアルな胡粉とか木とか顔料を使って作った鎧武者なんですが、まあちょっと血まみれになってたり、こう見栄を張ってたりっていう生き人形。昔はあれ確か柴田さん、見せ物工業的な感じだったんですよね、生き人形っていうのは。そうですよね、使われ方としてエンターテインメントのショーだったと思うんですが、実はそれは今の僕はドラマを見てたり、僕は歴史ドラマとか大河ドラマって全く見たことがないというか、多分これからもあんまり見ることがないと思うんですが、生き人形を見てるとですね、いくら鎧を着てちょんまげを言ってても、なんか役者が侍のふりをしているものに、演じているものに見えちゃうわけですね。それはリアルな侍ではなくて、侍のように振る舞おうとしている俳優さんを作っているように僕は見えちゃうんですね。ライオンが大好きだとするとライオンのドキュメントを見るべきだと思うんですが、何かそこでライオン好きだったらこれどうだってライオンキングを見せられても、それはちょっと本質と違うような気もして、もちろんいいんですよ、ライオンキングはクオリティの高いドラマだと思うんですけれども、なんか僕が生活をしたり物を作ってるとそこの祖母がよく生じるような気がしますね。確かに生き人形っていう名前がついたら
で本当に生きているように見えるように今作られて、偽物小屋のような暗いところで生き人形がいるかなとか、ちょっとギョッとするっていうようなところを狙っているようなこともあったんだと思うんですね。大きさもすごく大きい相撲人形みたいなものがあったりとか、等身大のものとか、やっぱりこうちょっとアンダーグラウンドでありアブノーマルなものであると思うんですね。生き人形っていうのはどれだけ普通じゃないか、どれだけいい意味でですよ、どれだけいい意味でイカれているか、アブノーマルかっていうことを作りたいものに僕には思うんですが、僕は逆になんかどんな実験をしててもどれだけナチュラルかっていう、どれだけ人間だったら自然に見えるかっていうことを追求したいなと思いますけれども、彫刻の近代の歴史が始まったところです。例えば高村光雲とかは生き人形を評価してたんですけど、息子の光太郎だったは評価しなかったので、本当に忘れかけられてしまったんですけども、で今の私たちが忘れちゃうともうなくなってしまうので、そういう意味で出品したかったなと思うんで、本当にあの時の展覧会の現代美術の作品と生き人形が、まあ、実は良かったなと思ってるんですけど、はい、浜谷さんは近くで野口さんのそういう、なんていうか、言葉を聞いていて、何か本当のこと言うと、こちらで2016年、7年で、その立体展をやった時にも、実は講演してるんですね。で、その時に野口さんが、ポンポンを大絶賛してたんですけど、そこのままポンポンがいいってことは私も散々見てきたので、もちろん好きでいいと思ってたんですけど、本質的な意味での野口さんが好きっていうのはあまり理解ができなかったっていうところが、まあ、それは野口さんもよく言ってることなんですが、なんでこんなに野口さんがポンポンがいいって、また皆さんがポンポンと野口さんって何がつながるのかって正直なところ分かりにくいんだと思うんです。で、私と同じ感覚だと思うんですけど、たまたまツイッターを去年か何か読んでるときに、誰かのツイッターで野口哲也が館林に来るという、もう朝日さんからのそういうリリースが出たんですね。で、その時にある方の全然僕も知らない方のツイッターに、デフォルメされた究極のリアリティである本っていうふうにと野口哲也が並ぶのがすごく楽しみだって、まさかこの中にいらっしゃったらすごいと思うんですが、そういう方が一人いらして、それがデフォルメされた究極のリアリティでポンポンを評した方がいたんです。一行でそれを言った方がいて、それで野口さんにそのまま僕は先生、ポンポンのデフォルメされた究極のリアリティって言った人がいるんだけど、どうなのそれって言ったら、野口さんがいや素晴らしいと、その表現が。で、リアリティっていうと、よく、これはよく言う話なんですけど、朝の番組、情報番組とか見てると、最初にコカ・コーラがこぼれたみたいので、ああ、コカ・コーラがこぼれてるっていう写真のようにできてて、でもこうやって手を出ると、それは絵だ。実は絵だったみたいなやつがありますよね。はい、それは写実絵画っていうんですかね、先生、それは。はい、まあ、リアリズムアートとか。リアリズムアートとか。はい、そうすると、それが、そういうものと野口哲也さんが結びつくっていうのは皆さん分かるとかっていうんですけど、野口さんに言わせると、全然違うもんですという。もっとそうじゃなくて、リアリティっていうのはもっと別にあるってことをすごく言うんですね。それは先生、そうなんですか？そうですね。この、まあ、ポンポンっていう、フランソワ・ポンポンっていう作家さんをご存知の方もご存知でない方もいらっしゃると思うんですが、いわゆる有名なロダンですよね。考える人のロダンの、まあ、鋳造のお手伝いをして、アシスタントというか、まあ、お弟子さんに近い感じだったんですよね、神谷さん。そうですね。はい。10年ぐらい、ロダンの授業に入ってますね。はい。ちょうど人物像を作っていたところと、動物を作り始める転換点のちょうど境目になりますね。僕は実はですね、ロダンの彫刻、まあ当然写実的に作ってますよね、人体を。どうですかって聞かれることも多いんですが、ロダンは好きなんですが、僕はロダンの作品があまりリアルだと思ったことがないんですね。
いいとこ悪いとこじゃなくて、ロダンの作品はリアルだと思えなくて、ドラマチックだなと思いますし、ダイナミズムがあるなと思うんですが、ちょっとそこに作為的なものがありすぎて、なんか普段生きてあんまりこう考える人みたいに自分を追い込んでるドラマチックな場面には出会わない気がするんですね。それは脱線しちゃいますが、実は黒澤明の映画、七人の侍とか蜘蛛巣城とかたくさん名作あって僕も好きですけれども、でも僕はあれがリアルにはどうしても感じられなくてですね、ややちょっと大げさなドラマチックなものに見えちゃうというかですね。だからこのフランソワ・ポンポンという人の作品を見た時にですね、ああ可愛いなという印象が半分と、あとの半分はリアルだなという、この2つが同居するっていうですね、なんか心地よい感じがしますね。それは何ですか、筋肉とか骨格とかそういうものを、ちょうど昨日も2人で夜中話してたんですけど、そのもっとリアルリアルって、今さっき言った写実絵画とかそういうもののリアルって話に落とし込んでると、多分毛一本まで描くとか、その白熊のですね、そういうところをリアルという、多分一般のパッと見たらそれがリアルって、これ生きてるみたいな剥製みたいだねっていう、はい、そこがリアルっていう話が理解しやすいと思うんですけど、例えば白熊の毛の一本一本を描くとか、白熊のその瞳のキラッとしたような輝きを描くとか、こぼれたコーラの炭酸の一泡を描くとか、まあそれがリアルであるっていうような、なんて言うんでしょうかね、イメージってありますが、それはリアルじゃなくてディテールだと思うんですよね。細部を言ってるだけであって、本当のリアルをどこにあるのかっていう、まあそれは人によってそのリアルの捉え方って違うんですが、ポンポンもこの筋肉とフォルムだと思ったはずだと思うんですね。ポンポンにとってはポンポンにとってはですね、なんかそれをすごく削っていくということですか、はい、引き算のリアリズムだと思います。ですから何でしょうね、動物園に行ってあ白クマがいるなって思うんですが、白クマはやっぱり牙とか瞳とか鼻とかっていうより、のそっとした大きな体に真っ白な体っていう、やっぱりあそこが一番最初に目に入ってくるので、あれをしっかり表現できれば他の細部はいらないっていう感覚が、なんか僕としては非常に潔がいいなと思ってですね。そうするとやっぱりこのホルムのことなわけですね。そうですね、なんか見るものに安心感を与えますし、可愛さだけじゃなくてちょっとなんかこうざわつくというか、ドスの効いた怖さみたいなものが僕は感じますね。そうするとちょっと昨日その話2人でしてた時に、そのポンポンがなんて言ったんですか、ゆるキャラ、白クマゆるキャラキャラみたいな感じで扱われてるのを見ると、すごくなんか野口さんが、まあ、イラッとくるというか、まあまあ、チクッと傷つくというかもちろんポンポンって可愛い作品ですからね、見て可愛らしい安心するってことはあると思うんですが、ただあんまりその可愛さだけをはしゃいで、ゆるキャラゆるい造形の可愛い白クマちゃんのポンポンっていう風になるとそれは、うん、そうですね、一面性を表してはいるけれども決して本質的なことではないように感じます。なんかもう少しこうちょっとなんか不協和音とは言わないけど、もう少しこうドスの効いたって言ってましたね先生。そうですね、僕も作品を見てもらう以上はいろんな撮り方をしてほしいですし、100人いれば100人の正解があってほしいと思うのですが、なんて言うんでしょうかね、まあ、ただ楽しいだけのものとか、ただエンターテインメントなだけのもの、ただ武士を賛美するだけのものってことではなくて、やっぱりいい部分もあったら悪い部分もあるのが人間ですから、その両方を肯定する作品でありたいと思うんですね。確かにその野口さんの作品を雪人形と似ているなっていうふうに思っているうちは、なかなかポンポンと野口さんがつながらないと思うんですけど、野口さん、まあ、ポンポンもなんかこんなこと言ったかもしれないなっていうふうに考えると結構つながってくるんですけど、ポンポンはガッチョ、その農村をこう走り回ってるガッチョを逆光で見たときに、こう逆光だから眩しくてよく見えなくて、こう形 の, 周辺 の, なんていうの輪郭のシルエットだけが見えてくるんですけど、それで形の単純化に目覚めたっていうふうに言ってですね、だから先ほどデフォルメしているっていうふうにおっしゃられたんですけど、デフォルメっていうとどうしても誇張っていうふうになんかこうコミックっぽいイメージになっちゃいますよね、デフォルメはしやすいんですけど、デフォルメってそこをこう強めるんじゃなくって、単純化するとか
なんかこう細部をそぎ落とすとか、そういう表現がなんか根本にとっては合っているんじゃないかなと思って、それ野口さんにも言えるんじゃないかなって思ったりするんですけど、あれだけ細々したものを作ってる僕が何か言うのもあんまり説得力がないんですけれどもね。ただ実はそこの部分ってとても大事で、今回朝日新聞さんの柴田さん、木村さんの2人のプロデューサーというか牽引役と一緒にこの展覧会を作ってきたんですが、作品をどういうふうに見せたいかとか、見に来てくださる人にどういう素材として提供するかっていうのって、実は展覧会すごく大事なんですよ。それで、まあ、日本ってそうでもないですが、ハリウッドなんか行くとそうなんですが、映画会社なんか一番監督、力を持ってるのは監督じゃなくてプロデューサーなんですよね。企画をしてお金を集めてこうみんなを回していくプロデューサーが一番力を持ってるので、監督に君辞めろって言うと辞めさせる力を持ってるのはプロデューサーなんですけれども、なんかそういう中で僕は柴田さんであったり木村さんであったりっていう人に、なんかこういうふうに僕は作品を見せたいんだっていうのをご相談して、ちゃんとそれで OK を出してもらえたっていうのが僕はとっても嬉しかったですね。だからどうしてもこう先ほど の白熊のこのポンポンさんの作品とかもそういう方で ゆるキャラというか、ね、ちょっと可愛い形ばっかりの側面が出るって、野口さんのものも私も散々しているとあのサラリーマン風ちょっと残念な、なんかこう、しぼんだ侍とか、なんかそういうところばっかりクローズアップされてしまって、もちろんそれはあの一面的な部分でももちろんあるとは思ったんですけど、ただそこばっかりの強調になっちゃうので、今回、朝日さんとさせていただくときは、そういう形ではなくということを最初に定義付けさせていただいたんですね。そういう先生もいつもそういうの多いですよね。そうですね、なんか脱線したり話が散らかっちゃいますけれども、よく侍は現代のサラリーマンっていうお話って僕子供の頃からあるんですが、実は僕その理屈が本当にしっくりこなくてですね、まあ侍と違ってサラリーマンが人殺さないとかそういう理屈ではなくてですね、サラリーマンって今の日本の人口の 83% から 4% らしいんですよね。調べてみる8割ぐらいなんですけれども、それで気になって侍の人口を調べてみると、侍は全体の 15% 以下らしいんですね。その国民に対する割合が違うので、じゃあサラリーマンが 83% なんだったらそれに該当するものがあるはずだと思って調べてみたら、農村のお百姓が 85% ぐらいなんで、ほぼほぼ一致するんですね。なんかそう思うと、まあ、今はその畑を耕さずにデスクにパソコンを置いて会社員の人たちはみんな頑張るわけですが、まあ、日本の8割っていうのは生産量なんだなって思うと自分の中ですごく納得がいくんですね。それで侍の 15% ぐらいは何に該当するかというと、現代の公務員の人が大体 15% 前後なので、あ、なるほど、事務仕事でこうお百姓さんたちや生産量を管理する管理者なんだと思うと、そこがなんかすごくしっくりきちゃうんですね。ですからいいとか悪いとかじゃなくて、自分の身近にあるもの、理解しやすいものどうしよう、直流でつないでしまうと、僕のものが生き人形、ちょっとおどろおどろしい普通じゃない生き人形と合体してしまったりとか、生産業であるべきはずのサラリーマンっていうのが当時の管理者であった侍とガッチャンコというふうになってしまったり、もう少しそこを丁寧に丁寧に読み解いていくと、もっと自然にこうきれいに知識がこう深まっていくんじゃないのかなと思うんですけれども、なんか無茶振りしちゃいますが、柴田さんや木村さんはこのお二人は僕がそういう難解な部分というか、こういうふうに自分の作品を見せたいっていうふうに提案してどう捉えられましたか。結局は賛同していただいたんでご理解いただいたはずなんですけれども、譲り合ってますけれども今回玉屋さんから野口さんからも言っていただいたことは、そのやっぱり本当に自分がその今頑張っているその現代アートとして、まあ、見せていこうということで、まあ、その白い空間で見せていく。で、先ほど野口さんもおっしゃっていたように、この白い空間で作品を、まあ、見ていくと、見る人にとっていろんな表情に見えていく、まあ、本当にそのニュートラルな感じというか、どういうふうに感じているんだろう、考えているんだろうっていうのが、なんか見る人の心持ちによって
それがなんかこう 笑いっていうのかな、ちょっと悲しんでいるのかなとか、そういうところもその感じられる。でそれは野口さんはその余白を大事にしたいというふうにおっしゃっていたので、最大限そういうような展示ができるように、あの、まあ、野口さんと玉谷さん、それとあの今回会場のデザインをしてくださったお兄様 その野口和正さんとお話しさせていただいて、会場を構成していきました。でそれは本当にあの今回その館林美術館で展示させていただいて、それはあのとてもいい構成になったんじゃないかなというふうに我々は思っているんですけども、はい、それこそ木村さんと申し上げた方とかはどちらかというと、木村さん金人形とか好きなんですか？あと四谷指紋とか好きですもんね。そうですね、まあ、あっちはこうああいう世界というのは純粋やっぱりこう作り物というかファンタジーの世界のものとして見ているので、まあ、それはそれで好きというのがあるんですけども、やっぱりあの野口さんがさっきおっしゃっていたように、まあ、それとは違うんだというのは非常にやっぱりはっきり分かって、やっぱ体感として肌感覚としてやっぱり違うなというのは思ってました。で、あの展覧会で野口さんと関わって非常に印象的だったのは、あのこうじゃないで、こうは見られたくないっていうあの思いがすごくはっきりしていて、でそれを、例えばその武者彫刻、あのあるこう新聞とかでですね、見出しで武者彫刻とかって書かれていたことがあったりして、それは違うんだっていうことをおっしゃっていたりとか、あるいはこの鎧の中身だけ見てっていう、そういうふうに書かれて見出しで捉えたこともあって、それも違うんだと。でこう違うんだっていうこの主張をこう聞けば聞くほど、やっぱりあのその生き人形とかその四谷指紋とかの世界とは違うものを目指してるんだなっていうのはよくあの分かってきた。木村さん、聞けば聞くほど面倒くさいやつだな、こいつ。そういうことは大丈夫でしたか？ご迷惑かけまくったはずですけれども。なので逆にその、なんで武者彫刻じゃダメと言われたりするのが嫌なのかとか、こう中身だけとかって言って、中身だけ見てほしいとかっていうふうに書かれたりするのが嫌なのかとか、その辺のこだわりっていうのをあの皆さんと共有していただけると、あのアナルドともっとこうよく分かっていただけるのかなと。これは実は戦術上の問題もあるんですけれども、どうせ僕も現代美術としてやる以上は、まあ野心的にたくさんいろんな人に広く見てもらいたいと思いは当然もちろんあるんですよ。ただ今回の朝日新聞さん、柴田さんや木村さんや、もちろん神野さん、玉谷さんは本当に僕にとってありがたい、ラッキーなことに皆さん良識のあるというか、僕のお話をよく聞いていただけたんですが、中にはやっぱりこういう見せ方をしたら人が入るはずだっていうのを持って相談しに来てくれる人っているんですけれども、やっぱり侍なんで思いっきりこう侍をしていこうって、武者の彫刻であり面白侍であり、それを押していこうっていう雰囲気を作りたがってくれることもあるんですが、実はこの侍って言い過ぎると侍に興味のない人が全く見に来なくなるんですね。実は自分の侍が好きな人ってそこがなかなか抜け落ちちゃうことがあってですね、本当は僕はこう侍なんか興味がない人もぜひとも見てもらいたいですし、きっと見てもらっても分かると思いますし、もちろん侍に興味があるディープな人も見ていただいても満足してもらえるっていう自信は持ってるつもりではいるんですが、でも何だったら例えばアフリカ系の黒人の人でも白人の人でも侍を知らない人でも何かその見ていただいたらきっと共感すると思うんですね。日本の侍は人気だから持っていくとヒットするだろうっていうことを実はあんまり僕は考えてなくて、日本の侍のことを知らない人にも見てもらいたいなって思いはあるんですね。だからこれはちょっと危ないところで、僕自身はあんまりこの展覧会をするにあたってはこう侍祭りにしたくないって思いが当初からあったんですね。侍をお祭りにしてこういい大人たちがそこではしゃいでしまうと、それってなんか侍ごっこにどうしてもなっちゃうんですよね。それで侍、もちろん侍ごっこもそういう楽しみ方、紛争の仕方ってあると思うんですが、ややもするとそれって戦争ごっこになっちゃうんですが、なかなかやってる本人はそれが気づきづらい状況がある気がするんですね。だから血湧き肉踊る合戦譚、冒険譚っていうよりも、もうちょっと人間ってなんだろうとか人生ってなんだろうっていうことを哲学したいなと思うんですね。それでこのままお話をすいません続けさせていただきますけど、
作品のお話も少しずつじゃあ踏み込んでさせてもらって、先ほど柴田さんのおっしゃってくれたこの表情を見て、それが笑ってるように見えたりとか悲しんでるように見えたり、まあ、いろんな風に見る人への余白を与えたい、僕は余白を作りたいと思ってるんですけれども、この表情ですね、僕は確かに生きている人間のようなものを作りたいと思って作ってるんですが、いろんなところでも言うんですが、これって喜怒哀楽があって生き生きしてて、あの面白かったよ楽しかったよっておっしゃっていただくこともあって、僕はとっても光栄なんですね。それとっても嬉しいなと思うんですが、でも生き生きして喜怒哀楽の表情が現れてっていうのをよく考えてみると、僕の作品って喜怒哀楽の表情が明確に現れたものはほとんどないはずなんですね。例外的に何個かあるんですが、基本的には僕は全部無表情に近いものを作っているつもりだと思うんです。でも実はその無表情に近いものが生き生き見えてくれ、生き生きして見えてくれるっていう、ここがなんか自分にとってのリアルの種かなという気がするんですが、例えばお昼ご飯を食べたりとか、車を運転したりとか、お風呂に入ったりって、僕たちって一日の大半の時間をよく考えてみると、なんか怒ってもないし笑ってもないし悲しんでもないような、まあ、無表情に近い感情というかですね、名前のついてない感情で生きてるんですね。喜怒哀楽で人間はできてるって言うんですが、そうじゃなくて、喜怒哀楽が本当の2割ぐらいで、残りの8割ぐらいは名前がついていない感情、車で言うとニュートラルな状態に生きてるんですね。僕はその無表情でニュートラルな無意識の顔とか姿っていうのが本当に美しいと思うんですね。だから電車で寝ている人を見ると美しいと思いますし、その辺を歩いている人を見ると綺麗だなと思いますし、それは何でしょうね、くたびれて電車で 寝込んでいるサラリーマンを見ると面白いっていうのは、ちょっとそれは相手のことをどうしても少し笑い物にしているような気がして、僕は純粋にやっぱり寝ている人の顔が美しいとか、食べている人が綺麗だなというふうに思うんですが、何でしょうね、動物を見ている感覚なんでしょうかね。確かに野口さんの作品は似てる姿がたくさんありますね。それとあと彫刻という視点から見れば、ちょっとこう人体を動かしたくなってしまうと思うんですけれども、とてもこう動きが静かですよね。この辺は立っていた、佇んでいたり、それこそ眠っていたり、そういうなんていうか、こうすごく動きを作りたいっていうふうにはあまりお考えではないですか。そうですね、自分にとって美しい姿勢でありたいと思うので、姿勢を決めるのはすごく時間のかかる作業なんですね。実際にマケットの、まあ、マケットというひな型ですね、彫刻でいう専門用語のマケットをたくさん作って、それを動かしたりとかスケッチを撮ったりするんですが、まあ、自分にとって美しいと思える形とかフォルム、姿勢ですね、そういうのを追求したいなと思ってますね。顔の表情と、なんていうか、体の姿勢っていうのは、何かこう、なんていうか、こだわりがあるんですか？そうですね、顔と体はみんなセットなので、うまくいってると顔が出てくると自然に体も出てきますし、体がうまくいくと自然に顔にもいい影響が出ますし、ただ僕はモデルを使わないので、モデルを使うぐらいであれば、しっかりもっともっと解剖学とか骨格とか筋肉とかっていう勉強をして、なんかシステマチックに合理的にできた人間の顔っていうのを作っていきたいですね。すごくデッサンをたくさんされて、何年か前にうちでそのデッサンを全部広めたことがあったんですけど、もう大量ですね、デッサンが先生の前に、そのさささっと先生鉛筆とかあるのに書くんですか？そうですね、まあ、このデッサンの定義も人によってちょっと曖昧なんですけれども、物をそっくりに描いたり写真に描いたりするのは、あれはデッサンじゃなくて、正確に言うと描写力だと思うんですね。デッサンっていうのはもっとこうバランスとか、さっきのポンポンじゃないですが、まあ、物の人体とかシステムの効率的に動く本質を捉えるじゃないですけれどもね。すごいですよね、先生、デッサン。デッサンはまあ好きですし、好きなんですが、まあ、もっと上手くならないといけませんし、ただ書くだけじゃどうにもこうにもならないっていうのがデッサンの面白いところで、
まあ、人体の骨の形とか筋肉とかっていうのは書くだけじゃなくてシステムを勉強しないと絶対にわからないんですね。システムってのは骨格のことです。要するに解剖学を勉強しないとわからないので、まあ、本物 の、 その骨を見たり死体を見たりする機会は今の僕たちはないんですが、まあ、パソコンの情報であったりとか書籍を見るとたくさんありますよね。本当はルネサンスであったりとかあのバロックであったりっていう作家はデッチ暴行っていう形で絵描きの工房に弟子入りすると最初にその解剖学を徹底的に何年かやるんですね、まあ、いわゆる最初に解剖学のインストールっていうのをちゃんとしてそれから自分の制作に入っていくんですけれども、まあ、今の美大生とか画家の中にはあんまりそのインストールっていうそういうのが必要なくなってしまったのでやらなくなってしまってどちらかというとアニメーターとか漫画家とかっていう風な職種の人たちにインストールっていう作業がこう覚醒遺伝した気がするんですね。だから漫画を見るとそのいわゆるクールジャパンとか萌えキャラクターのこの英語でいう可愛い系のっていうよりは僕はあのデッサンのうまさの方がちょっとドキッとしちゃうことがありますね。訓練で身につくという。それは訓練と勉強で必ず身につきます。デッサン。はい、自転車とか車の運転と一緒で最後まで乗れないっていう人は僕いないと思うんですよ。あのたまにあの野口さんがこう、まあ、私のこととかをパッとデッサンされたりとかそれこそ今日は木村さんの顔をって書いてるのをちょっと僕見させてもらったんですけどもういかに僕がリモート会議を真面目にやってないかっていうことですね。あの私のなんか見るともうあのもうそっくりというか顔とかじゃなくてもなんか形というかあのそっくりに先生描かれますよね。そうですね、僕作品が細かいので実は細かさよりも大事なものの方が僕は苦労しているっていう感じでしょうかね。大事なもの、あの細かく作ったり鎖を編んだりこういういわゆる小ざねっていうのを編み込んでいったりっていうのは、はい、やらない人からするととっても高等な技術に見えるかもしれないんですがこれ訓練で誰でもあっという間に身につくことだと思うんですね、はい、なんか編み物が好きなご婦人とかってあっという間にセーターとか編んじゃったりするじゃないですか。あの技術って知らない人から見たらちょっと不可能に見えるようなものなんですがこれは訓練で身につくんですが、まあ、人間の骨格をちゃんとインストールしてちゃんと自然に見えるように動かすっていうこれはやっぱり10年とか20年かかっちゃうんじゃないでしょうかね。それで昨日初めて僕もあの出会って質問してたんですけど例えばあの物の個体としてこう何かこうスクラッチャーがこう存在してるにあたってなんか情感とか、まあ、寂しいとか悲しいとか嬉しいとかじゃないけどそういう先生作品に対してはどういうこの位置今日見ていただければ分かると思うんですけど作品に対しては先生何かこう何を見せたいというか何を感じてほしいのかなという素朴な疑問を昨日先生に初めてつけたら面白かったですね。回答が僕なんて言ってましたかね。もう早速忘れ始めてますよね。あの僕は本当情感とか悲しいとか嬉しいとか楽しいとか面白いとかそういうものが何か先生あるのかなそういうものがないというのかなとかもっと骨格をしっかり作りたいなとかっておっしゃるのかなと思ったら知性っていうインテリジェンスを感じてほしいと自分のそれは自分の口から言うのもあれなんでしょうけど作品についてこう知性みたいなものを感じてほしいなっていうことをポロッとおっしゃったんですね。僕たち、まあ、美術作家は僕に限らずみんなそうだと思うんですけれどもみんなが見たいものを作るわけじゃなくてみんなが見たこともないものを作って提供するのが本当の仕事だと思うんですね。例えば鎧兜ってへんてこの姿してますからね鎧兜がいかにへんてこかっていうのを力説したとしてもそれは見る皆さんが一番よく分かってらっしゃると思うのでなぜこれがへんてこに見えるのかへんてこに見えるんだけれどもなんか妙に自然に感じるっていうそういうこう本質的な部分ですね。なんかいい、はい、いい加減に少しずつ作品のことを踏み込んでいかないとだんだんこう抽象論になってきますけれども僕よく言われるんですね。なんで鎧兜作ってるんだっていうよっぽど侍が好きなのかってことを聞かれるんですが実は僕は侍にあんまり悪い意味じゃなくてそれほど興味とか執着は持ってないんですね。武士道とか侍像とかっていうものには興味を持ってなくて鎧兜に対してちょっとなんか生理的な興味を感じるんですね。
エビがいたりとかカニがいたりとか、まあ昆虫なんかもそうですけれども、世の中に殻を持ってる生き物って割とたくさんいるんですね。それはなんかこう地球の進化の過程でいろんな生物がいろんな正解を探して、生き物の数だけいろんな正解にたどり着いたみたいに、外敵から身を守るためにこうかじられたりしないように殻を持とうっていうふうに進化した生き物が一定数いるんですが、何かその鎧兜を小さい頃に見た時に、なんかでかいカニが育ってるみたいで僕とっても怖かったんですね。そこは精神論的なこう美意識とか美学では多分なくて、なんか恐怖心とか好奇心に近いものだったような気がしますし、いまだに僕は鎧兜を見るとその怖さとかっていうのが抜けないんですね。それで人間っていうのはとってもこう皮膚が柔らかいもので、ちょっとすりむくとすぐに血が流れちゃうものなので、まあ人間って眼圧がかかったり自分の身が危険にさらされたり、いろんなものが破片が飛んでくる状況になると賢いので自分で殻を作ることができるんですね。いわゆるそれが鎧兜のことだと思うんですが、たくさんの民族がいて、アジア人、ヨーロッパ人、アフリカ人、まあ、いろんな民族がいるんですが、人間ってどの民族でも自然に殻が発生してるんですね。鎧兜が発生してるんです。何かその人間がそういう環境に適合するために自分の殻を生み出してしまったというか、こんな姿になってまで人間は生活したり戦わないといけなかったのかっていうのが、僕にとっては何か駆り立てるように恐ろしいものに感じるんですね。ロボットと怪獣の合いの子みたいな、なんか怖さがあるというかですね。ただまああんまり説明すると長くなるんで省きますけれども、いろんな理由があってもう人間は鎧兜が必要じゃなくなったんですね。それとは違う進化の過程をたどっていて、まあ、今は防弾チョッキとかケプラ素材になってるんですけれども、ある一時期は人間は辛い殻をかぶって環境に適合してたっていう、そこに対して何かその恐竜の化石を見たりとか、なんか古代の生物を研究したりとか、そういった好奇心というか興味みたいなものがあるのかもしれないですね。リアリティっていう話をよく野口さんされて、ご自分のリアリティがなかなか皆さんに理解されないんじゃないかっていうこともご自分でよく言われるんですけれども、現代作家さんってみんなこうリアリティってことが結構キーワードになってると思うんですけど、それって絵画でレブラントなんかの影響を受けたようなものを今回して出品していただいていますけど、そういう写実主義っていうのとリアリティっていうのがなんか同じもののようにして捉えようとするとなかなか捉えられないと思うんですけど、なんかその作家さんご自分が体験したことがリアリティなんだっていうふうに思うと、なんか野口さんがおっしゃってることをなんか分かってくるような気が私はしてるんですよ。いや面白い、もう初めて聞きましたね。それは面白いですね。それは体験したことね、それでも実感したことしかそのものができない。その要するに例えば野口さんの子供時代に過ごしたこととか、なるほどな、そういうのよくわかりますよね、今の話。そうですね、僕は自分でそれを胸を張って言えるんですが、非常に平均的な生い立ちであったりとか、平均的な誰でも経験するような学生時代をのもう楽しいことや苦労を味わって今に至ってるんで、いわゆる僕ほどの凡人はいない気がするんですね。凡人代表だと自分は思ってるんですけれども、その僕が体験したことっていうのはきっと皆さん同じような体験が世代的にあるはずだと思うんですね。だから僕は自分の経験したことで面白いという手応えを感じたことは必ず作品に反映するようにしたいと思ってきたんですが、それをやると同じ世代の人とかは国境とかは関係なく誰が見ても面白いと思ってくれるはずだと思ったんですね。だから決してトリッキーなことをやるとみんな面白がってくれるとは思わずに、何かその実感に近い部分をみんなにと一緒に共感して分かち合いたいなっていう感じでしょうか。よく先生といろんな作家さんの展覧会を見に行ったりとか、いろんな作家さんの表というか、先生この作家さん好きとか嫌いとかっていう話をよく2人でよくするんですけど、たまに先生がこの方なんか実感を持ってますねとか、
あのこの人多分すごくこの分野のものが好きなんでしょうねとかよくおっしゃってますよね先生。そうですね、実感ですね。いや僕にとっての実感っていうのは、まあ、鎧兜に対するこういう生理的な興味っていうのはあるんですが、いかに鎧兜がいかれてるかってことではなくて、まあ、いかに鎧兜っていうのは武士が作ったもんじゃなくて人間が作ったもんだっていう、その人間は僕たちと同じ人間だっていう、ちょっとそこが何て言うんでしょうかね、こう範囲的になってるというかギミックになってる気がするんですけれども、それこそさっきの話に戻りますけど、あの少しそのこう今だったら変わり兜ブームありますよね。そのなんか野草兜の中でそういうものがあると皆さんそこにフューチャーしたり、まあ、しやすいというかですね、そういうのはあると思うんですけど、先生らの中ではそれはすごく否定されるじゃないですか、この今の変わり兜ブームとかそういうことに対して。それもやはりそういうことですか。そうですね、鎧兜がやっぱり先ほども話したようにいかにイカれてるかっていうのを説明したりとか、そこで盛り上がることって簡単なことだと思うんですけれども、鎧兜へんてこだ面白いっていうのはとってもそれは簡単なことなんですが、僕はやっぱり鎧兜の中にある当たり前のものを探しに行きたいんですね。その当たり前のものっていうのはなんて言うんでしょう、見ていくとああほっこりするねとか、彼らもお疲れだったんだねっていう共感できる部分もあれば、ちょっとゾクッとするような受け入れがたいような人間のこう習性みたいなものも出てくるんですが、それも受けまとめて受け入れないといけないんですよ。時々僕も話すんですが、自分のこう鎧の胴体にでっかく自分の名前書いてる侍とかいるんですね。蒲生源左衛門とか大きく書いていて、なんかその感覚ってちょっと自己顕示欲が強すぎて少しイカれてる感じがするじゃないですか。自分のことをこれだけ名前を主張して俺は強いんだぞってこう発散したい侍、血が沸騰してるんだろうなって思うんですが、でもよく考えてみると侍って戦死すると首が取られるんですね、頭部がなくなるので、あ、胴体だけになっても誰か分かるように名前書いてたんだってある時に気づいたりするわけですね。それは人間にとっては実は当たり前のものだったりするんですが、今の米兵のドッグタグっていう、ここにペンダントをつけてて、生年月日とか所属部隊とか名前を書いていて、頭部が損傷しても戦死者が誰か分かるようにしてるんですが、同じ人間だったらやっぱり国境や時代を超えてそういう同じ現象が出てくるんですね。遺族年金とかそういうことですね。そうですね、よくそのやや我こそはって名乗る侍ってちょっと変わってるというか、かっこいいしイカれてるしっていう思いがありますが、まあ、当時って録音機材や記録の機会がないですから、自分を討ち取る相手に対して自分が誰だって名乗っとかないと、自分が死んだ後にちゃんと遺族年金が発生しなかったはずだと思うんですね。名誉のためだけに戦って死んでいくとは思えないので、自分にもしものことがあった時の保証体制は当時だって絶対ちゃんとしてたはずだと思うんですね。記録係みたいなのがあった、あったと思います。ですから何かその異なる時代とか異なる法律に適合してると違う人間と思いたくなるんですが、なんかやあやあ我こそはどこそこの誰々でって名乗ってるのも、まあもしも自分が死んだ時はちゃんと自分の遺族に対してそれを保証してほしいっていうのを、まあ、敵方にちゃんと伝える、そこがルールだったわけですね。よくあるのがちゃんと討ち取った人の名前っていうのを相手に伝えて、まあ、敵方に伝えて、あ、この人はちゃんと行方不明じゃなくて戦死扱いになったんだなっていうので、その人の家にそれが伝わって、まあ、息子さんが後を継いだり保証金とか遺族年金が出たりっていうのがあるんですけれども、なんかそのことを考えてるとこうきらびやかでイカれて見える鎧兜を一概に僕はちょっと笑う気にはなかなかなれないんですね。鎧兜興味のない私もすごく理解がありがとうございます。でもなんとなくちょっとしんみりした雰囲気になっちゃいますけれども、まあでもなんていうか、そのその根拠を結構ご自分ですごく探索して作品と、なんていうか作品として生み出していると思うんですよね。それはちょっとなんていうか普通の人がやる方法とは違うかなと思うんですけども、そういった例えば普通の人だったら、まあ、ちょっと私侍の方は分かんないですけど、例えば音楽だったらバッハだったらすごい音楽室にあるこういう人みたいな、ベートーベンだったらこうなってる人とか、そういうふうにイメージするんですけど、
小口さんはその侍についてそういうふうにはイメージしてないっていうところですかね。バッハってあの音楽室に写真あるじゃないですか、髪の毛すごいなと思うわけですよね、小学校の頃って見てて、この人髪の毛すごいな、モコモコだなって思うんですが、あれってカツラなんですよね、バッハって。当然なんですけれども、あの時代の西洋の人って人前に出る時にカツラ着てたんで、あ、そうなるとあの不自然さというか不自然な毛髪の量っていうのは言われてみればそうだなっていうふうに納得するんですが、実は当たり前のことなんですけれども、まあ、僕も40歳超えて髪の毛の量って少なくなってくるんですね。なんとなくこう自分の中で加齢を感じたりするんですが、そう思って昔の戦国武将の肖像画を見てると、やっぱり年のいった戦国武将って髷がどん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 細くなっていくわけですね。今のお相撲さんでも髪の毛が薄くなってくると、こう網錦関みたいにこう髷が細くなったり、こうお侍の栄えみたいになってきたりするんですが、僕はなんかそれを見てすごく自然で美しいなと思うんですね。だから中にはやっぱり毛髪が薄くなると髷が揺れなくなる人だって出てくるはずなんですが、そういうのってどうしてたんだろうとかって思うんですが、時代劇を見るとこうものすごいふさふさとした髪の毛をおじいさんの俳優さんがつけてたりするので、どうもあそこになんかもうちょっとそこに人間としての実感が欲しいなとか思うんですね。だから僕たちが侍って聞いてイメージするものっていうのは、おそらくはライオンキングと一緒で、まあ、侍を演じている俳優さんたちのことを思い浮かべるわけであって、本当の侍っていうのはサバンナにいるこうライオンたちと一緒で、もうちょっと自然でこう世の中のルールにのっとった人たちがいたと思うんですね。でもフィクションじゃないものは面白くないとか、なんでしょうね、どうせリアルなものっていうのはお芝居みたいにかっこよくないっていうふうには実は僕は思わなくて、お芝居ってもともと現実をひな形に作ってるものなんで、現実の方が面白いはずだと僕は感じるんですね。なんかどんなものが出てきても、なんか自分を受け止めるだけの勇気とか度量を持ってたいなと思います。野口さんには野口さんの世界の本物らしさっていうのがあるんだと思うんですけど、例えば展示室さんにあるようなレブラントとかフェルメールの絵画にある本物らしさみたいなものは、野口さんはどういうふうに捉えてるんですか。まあ写実的なっていうか、そういう世界っていうのはどういうふうに捉えるんですか。あの絵画のシリーズっていうのは、実は僕は2つ自分の中で考えの柱にしていることがあって、僕は日本画のように描く手法もあるんですが、例えばレンブラントであったりとかフェルメールみたいであったりとかですね、ちょっとヨーロッパの古典絵画のように描くケースがあるんですね。出てきますかね、まあ、これもこの辺もそうですね。僕は実は鎧兜は子供の頃から好きだったんですけれども、日本画にはあんまり興味がいかなくて、ずっと油絵を描いてたんですね。まあ要するにリアルなものに興味があったっていうことだと思うんですが、そうやってレンブラントとかフェルメールとかミケランジェロとかっていうのを勉強していくと、もちろん日本の歴史とか戦国武将も好きで一緒にこう勉強していくと、ある時にふっとですね、斎藤道三とミケランジェロが同い年だって気づいてたりするんですね。あとは例えばアルチンボルドっていう果物が集合したような面白い肖像画を描く作家がいるんですが、アルチンボルドと酒井忠次っていう戦国武将が実は同い年だったりするんですが、自分の中ではなんか2つの世界観ってファンタジーであって世界がつながってなかったんですが、よく考えたら、まあ僕らとバラク・オバマ大統領、トランプ前大統領が同じ世代に生きてるみたいに、彼らだって空の下でつながってたんだなとある時ふっと思ってですね、そうなるとなんかお互いの視点を交換したみたいな絵画が描いてみたいなと思ったんですね。当然宣教師って日本にもたくさん来てたはずなので、宣教師の目を通した日本の版画であったり絵画であったりっていうのもたくさんありますし、実は改めて見ていくと、この大航海時代をきっかけに日本には海の外のものってたくさん入ってきたんですけれども、ヨーロッパのもの、オランダのものだけじゃなくて、どうやら相当中国のものとかイスラム圏のものも入ってた気がするんですね。でもっともっと調べていくと、日本固有のものだっていうふうに思い込んでる変わり兜なんかも、実は歴史としては西洋の
中西洋の騎士が頭に飾ってた飾りの方が源流が古そうな気がしてですね、どうやらそういったものを描いてた版画とかが大量に日本に入ってたらしいので、かばり兜の源流っていうのは日本じゃなくてどうも海外じゃないのかなっていうように僕は思ったりするんです。それは決してかばり兜の価値を否定するものじゃなくて、今の日本のアニメだってディズニーが入ってきて今 の, あのクールジャパンの素体になりましたし、日本のゲームだって開発したのはヨーロッパだったりするんですが、そうやって文化っていうのは互いを交換しながら成長して進化していくんだろうなと思うんですよね。なんか話しながら何の質問だったかなっていうのをだんだんなんか忘れてるような感じですが、私もどんな質問したか、あ、そうでした、あの西洋画のものですね。実はそういったその文化の対流みたいなものがとっても面白いなという、グローバル化は今に始まったことじゃないっていうのが一つと、あともう一つは油絵のように見えますが、あれは全部アクリル絵画で、アクリル絵の具で描いてるんですね。ですから僕のその頭にプロペラがついてるホバリングをしてるような作品であったりとか、猫を散歩させてる日本画風の作品と使ってる絵の具は全部一緒なんです。それで使ってる絵の具の色数も大体僕は5種類か6種類でしか描かないので、そうですね、こういったものとフェルメールを描いているものって絵の具のチューブから練り出したものと同じものなんです。フェルメールのものって出ますでしょうかね、バージナルを引いているものですね。この1個下ですね、はい、そうですね。でもこの話はこれを発表する前から昔から野口さんが言っていて、毎回言ってて、たまに僕たちにパッと、これは確か、うちが何年か前に、Facebook か何かをするときに、突然野口さんが Facebook の顔をどうしましょうかって言ったら、突然これ僕のところに持ってきてください。これ書いて持って行ったんですよね、確か。画像かなんか最初にいただいたのかな。はい。それでみんなでも倒れて、なんだこれはって言って、倒れて、そしたら先生が、いや、フェルメールの時代とっていうお話を聞いて、この時もフェルメールと同じ時代になるんです。そうですね、大体同じ、日本でいうと、まあ、江戸時代の初期ぐらいですね、島原の乱とかもうちょっと後ぐらいになると思いますけれども、でも昔傘を差している作品なんです。すいません、だったら今回も展示されておりますが、あ、そのボックスのものですね。そうですね、ごめんなさい、はい、あ、その左上でしょうかね、はい、この作品っていうのは今回も展示されてはいるんですけど、この作品っていうのはもともとこの作品単体のみでも、この傘を差してる作品のみだったんですけど、立体作品のみで実は野外に展示しようというユニークな企画があって、その時に僕は制作したものだったんですよ。それで野外に展示するので、じゃあ野外に展示するんだったら旅する侍だっていうので、旅をするものを作ったんですね。それで傘を差してるのは単純に野外だったら雨が降るかもしれないと思って、それを付け足したものなんですけれども、まあ、展示が終わって無事に作品が帰ってきたんですが、旅する侍が帰ってきて旅をしなくなるのが僕はちょっと寂しいなという気がしてですね、このまませっかくだったら旅を続けたいと思ったんですね。その時に大体この侍と同じ時代で国が違うオランダに旅をさせたまんま作品を完成させたいと思って、後ろにあるのはフェルメールのデルフト眺望という作品の一部分の模写なんですけれども、何かこれでこうあれですよね、外国と日本と、例えば時代と今と昔とっていうのがつながってるっていうのをちょっと意識したきっかけになりましたね。これはだからあのレンブラントとかの作品もずいぶん前ですね、これ。そうですね、4年とか5年ぐらい前のずっとつながってたんですね。これは確かまだ背景が油絵の具で描いてるはずなんですけれども、実は油絵の具ってまあ乾くのに時間もかかりますし、日本で売ってるホルベインの油絵の具ってヨーロッパのものとちょっと質が違うんで描きにくいなっていうちょっとストレスみたいなものがあって、実はさっきお話ししたように今描いてるあのヨーロッパの絵画のシリーズって全部僕アクリル絵の具で描いてるんですが、大事なのは描き方の方であって、実は絵の具が何を使うかっていうのは大事じゃないんじゃないかっていうことを思ったんですね。何かその背広を着てるから偉そうに見えるとか、高いスーツを着てるから信用できるってことじゃなくて、まあ、T シャツでも短パンでも言ってることが筋が通ってればいいんじゃないのかっていうことに近いと思うんですが、それは僕の立体作品でもそうなんですが、鎧兜たくさん作りましたけれども、
鎧兜ってどこかで鉄と漆の世界観っていう、鉄を叩いて漆を塗って初めて日本の鎧兜ができるっていうイメージがあるかもしれないんですが、僕って大事なのはあのフォルムとか造形性の方であって、これは樹脂とラッカーで塗ってもちゃんと鎧兜の本質って表現できるんじゃないだろうかとある時期に考えたんですね。これが僕のものがちゃんと日本の鎧兜のいい部分を表現できてるかどうかっていうのはもう見る人に委ねるしかないんですけれども、ただおおむね鎧兜に詳しいコレクターの方であったりとか学者の先生であったりっていうのが見てもちゃんと面白く作ってるねっていうのを共感していただけるので、あ、これはなんか本質的な部分っていうのはこれは必ずしも鉄と漆っていうことじゃなくて樹脂であっても表現できるんじゃないのかなっていう自信にもなりましたよね。これは絵画にしようとか、これは立体にしようとか、そういうのはどういうところで決まったんですか？そうですね、とってもありがたいというかいい質問ですね。実はそのどうしても立体にしたくてもできないってあるんですね。まあ、プロペラで空中に浮かんでたりすると立体にはできなくなりますし、あとはそうですね、猫を散歩しているものを立体にはできないんです。僕は猫を作らないんで。だから、まあ、そういう感じで平面の中じゃないと描けない、空からブランコが降りてるとか、なんかそういったこうこれ以外にやれないっていう制約が先にあって、それから立体であったり平面であったりっていうのが決まることが多いですね。なんか逆に僕ちょっと別の質問として、今ではないけど昔からある超絶な技巧ってあるじゃないですか、はい、でそれこそさっきの一番最初の話にあったようなこう 写実絵画というんでしょうかね、 そういう絵画であったり、超絶、要するにすごいイメージ工芸ということになるんでしょうか、そういう立体、日本の立体展にも出てるんですかね、はい、壺があってここにちょっとなんか宮川鉱山、そうですそうです、そのまた超絶技巧というものがよく公開言われてると思うんですが、はい、そういうものとの先生ってよく親和性聞かれると思うんです、はい、そのあたり聞かない。僕はですね、明治工芸はどちらかというと苦手な方、まあどちらかというと本音を言うと苦手なんですね、明治工芸は。いいとか悪いとかではなくて、明治工芸っていうものはああいった世界観を確立していると思うんですが、僕は個人的には実はあんまりシンパシーを感じることができなくて、鎧兜を見てるとあれって人間の殻なわけなので実用的なものなんですね。だから今の車とかバイクとかこういったスマートフォンを見たりとかマイクを見たりすると人間の作ったプロダクト製品だなっていう感じがするんですね。鎧っていうのも世代が20世代ぐらい古いんですけれども、やっぱりプロダクト製品に見えるんですね。ただ超絶技巧っていうのはプロダクト製品にデコレーションをしたものに見えるので、なんて言うんでしょう、このマイクにものすごいデコラティブなこう装飾を施したら明治工芸と同じようなものになっていくような気がするんです。ただまあ、フォルムが美しくてお茶が飲みやすいお茶碗があったりすると美しいなと思うのですが、装飾があって逆にお茶が飲みづらくなると、まあ、それは美しいという意味がちょっと違うものになっていくような気がするんですね。もちろんその技法を誇るっていう世界観があってもいいと思いますけれども、僕はそこがちょっとこうデコレーションっていうのが足し算に見えすぎて、どちらかというと引き算に近いものが好きなのかもしれないですね。逆に僕は朝日さんとか美術館の方々に聞いてみたいんですが、その展示をこう企画する、要するに美術館これだけの規模のところで企画するっていった時に、最近すごくそれこそお米に字書いたりとか、僕写真の鉛筆のとか、なんかそういう最近なんかすごくなんかすごいちっちゃいものに何かしたりとかって、お米に般若心経を書く人とかいますよ、めちゃくちゃ細かいとか。例えば僕たまたまこの画像見つけたんですけど、まあすごいっちゃすごいじゃないですか、これ ABCD って書く作ってる人がいるわけじゃないですか。こういうのよく朝の番組でよく見るんですけど、何なんでしょうね、こう何か大きなものの違いは分かるんですか。
いや、もちろん僕すごいと思いますけどね、自分がやれって言ったらとてもじゃないけどこんなすごいことってできないんですけれども、そのアートの役割ですよね。いろんな人によってアートって違っていいと思うんですが、アートって人をびっくりさせるっていうよりはやっぱり人の心に感動をより呼び起こしたりとか、なんか悲しい部分とか複雑な感情に長く寄り添うことができるべきだと思うんですね。ですから例えばまあ明治工芸を見てその技法に圧倒されたりとか驚くことがサプライズがあったとしても、なんかその悲しい時にもう一回その本を画集を見返したいなとかっていうようなものになり得るかどうかっていうと、役割がちょっと僕は違うような気もするんですね。役割の違いですね。はい、それ良い悪いじゃなくてその役割の違いだと思うんですね。だからアートを語る時にこの辺がよくこう、そうですよね、混同されがちな部分で、僕自身もそこは混同しちゃうんですけれども、アートを見てこうびっくりした、驚いた、感動したってことを声高にもちろん叫ぶべきだと思うんですけれども、あまり言葉が大きくなりすぎると本当にこう大切な繊細なものっていうのがざるからこぼれ落ちちゃうようなことがある気がするんですね。コマーシャルになり寄りすぎるとそこがあまり良くないような気がするんですけれども、それは神尾さんや玉谷さんも心配さっきしてくださってたんですけれども、こう自分のやりたいリアルっていうのとお客さんが見てくれるリアルっていうのがずれてるんじゃないかっていうふうな、こう僕が何て言うんでしょうかね、心配をするんじゃないかっていう、実は僕自身はそこは心配してなくてですね、これだけたくさんの方が集まってくださるのでありますし、僕のやりたいことって絶対にちゃんと伝わってるはずだと思うんですね。ただ言葉にするとそこにズレが生じるっていう、そのズレに対してちょっとジレンマというかもどかしさが出てくることはあるかもしれないですね。やっぱりそのそうですね、身近な例で言うと美味しいカレーとか食べたりしてびっくりするじゃないですか。あのカレーめちゃくちゃ美味しい、めちゃくちゃ辛いっていう激辛カレーでスパイシーなっていう風に思わず言っちゃいたくなりますし、どれだけカレーが辛いかっていうのを宣伝にする歌い文句っていっぱいあるんですけれども、まあ、よくよく考えるとカレーって辛さの料理じゃなくてスパイスの香りの料理だったりするんですね。ですからカレーを語るときは本当を言うとその香りの部分で話をするべきかなと思うんです。僕たちの記憶の中にあるカレーっていうのは、学校から帰ってるとどっからかカレーの匂いしてくると、あ、いいな、今日カレー食ってる家があるなとかっていう、そこはやっぱり刺激のある辛さというよりは何とも言えないスパイスの香りだと思うんですね。美術の場合も刺激ではなくて、やっぱりそこの香りの部分をどうやって自分で表現しようかとか、その香りを表現するのにこの言い方って果たしてふさわしいんだろうか、ちょっとはしゃいでないだろうかとかっていう、自分に対する自浄効果というか自問自答するっていうのが、それはもう立派なアートを哲学していることだと思うんですね。今回あの、野口さんのリアリティというのはちょっと詰めてみたいなっていうふうなことで話を始めたんですけど、田村さん、なんか言い忘れたこと言い残したことはでもなんかあの野口さんのあの遠藤のやつとかありますけど、ああ、これもさっきのあの有名な少年のやつは、はい、先生から見るこれは昔の、BC、紀元前400何十年とかですよね、確かね、これは今から2400年ぐらい前ですねに出てきた、もう作ったものでしょうけど、はい、先生いかがですか。僕大好きですね。これはなんか最初のこうリアリティのなんかみんなが参考にするものなんですよね、学生たちが。そうですね、一番最初はここからスタートなんですよね、はい、これなんかお腹のとこがキュッて曲がってるなみたいなことを僕教えてもらったことがあったんですけど、はい、これはそうですね、まあ、あの白人さんというかアングロサクソン系特有のもう見たものをそのまま右から左にコピーしてスライドしてっていう感じなんですが、そこであえてドラマチックにしようとか大げさにしようとかっていうこともなくて、足しもしないし引きもしないものが一番綺麗だっていう、まあ、ただちゃんとしたその顔の整った美青年 を作ったりとか、なんかそこにまあちょっとした自分の好みであったりとかチャームであったりっていうのは反映されているので、そういう意味でなんか本当にこうアートの走りだなというか、世間的にもそう言われてるんですよね、これ。そうですね、はい、まあ、これ以前はもうちょっと硬い感じなんです。ちょっと硬くてアルカイックな感じがするんですが、まあ、もう少しこれが柔らかくなってきて、だからロダンになってくると少しこれにノイズを足していっ
ってドラマチックに大げさにしてるような部分があるので、それも人によっちゃリアルの正解であっていいと思うんですが、まあ、僕の場合はこのぐらいの静かな佇まいがなんかちょっと謎を含んでていいのかなっていう感じがしますね、うん、好みの問題です。先生の作品で今日会場にもあると思うんですが、アクションマンという作品がありますね。はい、でごめんなさいってかわいそう。アクションマンという作品があるんですけど、あ、この左上ですね、もう4人ぐらい揃ってるやつですね、はい、これですね。僕は実はこれを作るときにポーズの参考にしたのはヨーロッパの、まあ、要するにローマの時代とかギリシャの時代から出土した彫刻だったりするわけですね。あ、円盤投げで、円盤投げであったりとか、まあ、オリンピアの選手たちですね。なるほど。ただ今となっては槍を失ったりとか円盤がなくなったりしてどんなポーズなのかよく意味がわからないようなポーズで出土するんですが、なんともそれが人間の動きで綺麗に見えるんですね。ここら辺でも先生がデッサンを重ねるうちにこういう作品が作れるんだったことなんですか？そうですね。だからまあ本当言うとこれってゴレンジャーの侍かというと、僕はそれ言われて気づいたぐらいで全然自分で意識してなくて、スーパー戦隊ものとかゴレンジャーになるとなんか見え切ってるように見えるんですね。歌舞伎の見えっていうんでしょうかね。なんか僕たちって生きてるうちに死ぬまで見えを切ることってほとんどないような気がするので、こういう形です。そうですね。なるほど。何かその見栄を切らない美しさ、かっこつけないのが一番かっこいいっていう自分は哲学を持ちたいと思ってるんですけれども、小木さんのご自分が彫刻家と言われることについては何か？そうですね、あんまりこだわってはないんです。立体でも彫刻でもいいんですが、まあ、人形作家であったりとかフィギュア作家であったりっていうのはちゃんと職業があってジャンルが確立されてる感じがするんですよね。特にフィギュアっていうのはサブカルチャーとかポップカルチャーのジャンルであって、アートとはいいとか悪いとか別にして文脈は別だと思うんですよね。イラストレーターと漫画家が異なる、なんて言うんでしょうかね、ポジションにいるような、同じようなニュアンスがあると思うんですが。だからまあ僕は、この現代美術ってアートっていう土壌で作品を発表していくので、だったらばやっぱり、これがスカルプチャーアートで、アートであったり、彫刻であったりとか、立体作品でありたいなと思ってますね。木村さんあるじゃないですか。野口さんの似合いって、まあ、何なんだろうなっていうのを考えていたで、まあ、話をこう総合して聞いていると、まあ、一つ何個か要素があって、一つにはまあその解剖学だったり、あるいはその鎧兜のこの正確なこの観察したりとかその知識ですけど、まあ、こうそういうまあ膨大な知識っていうのと、で、あとは丸二としては、いかにこう自然にするか、その仕草とか、その行為とか動作っていうのをすごい自然に表現できるかというと、どういうところを鍛えているのか、まあ、それの度合いの問題と、まあ、そういうところで、まあ、こうしたなんか何個かの要素でこう、どうしてもリアリティとかを認められるのかなっていうふうには、で今日話聞いてても、なおさらまあそういう感じがしたというか、あとは、まあ、3つ目としては、あまりその、小裸にはおっしゃってないですけど、この卓越した技術というか、まあ、日本側風 の, その作品 の, この輪郭線がすごい遅いのを、私は F でその日本側の幻想筆みたいなのを描いてると思ったら、プラモデルよく筆で描いてるとおっしゃってたみたいに、すごいよ。金箔をしているようなのも、あれもアクリルの上で描いて、溶かしの技術っていうのも、そういうのも全部同じ、ようなこう技術を使っているというふうに聞いて、やっぱりすごく確立した技術っていうのがあって、この3つが揃って、野口さんのリアリティが完成しているのかなというふうにはすごい思いました。僕たちってある種思い込みがあって、昔の日本画とか見てると緊張感のある線でキューッと描いてたりするじゃないですか。
これすごいなと思って一筆で一気に書いてるんだろうなと思ってよく見ると普通に細かい線を重ねてたりするんですよね。それで、まあ、空海の書なんか、まあ、いろんな字の達者な人見てると普通にリタッチをいっぱいするんですよ。あの絵を描くのと同じ脳みそでバランスが良くなるまで少しずつ慎重に達していってたりするんで、何かその精神論的に精神を集中して一気に描くっていうことを実は昔の人はやってなかったりするんですよね。鉄と油、鉄と漆で作った日本の鎧兜の話じゃないですが、鎧兜って基本は漆なんですけれども、実は漆以外の塗料もたくさん塗られていて、僕たちが思い込んでるだけで実は油絵の具でコーティングしたりとか塗装してる鎧って結構たくさんあるんですよ。だから何かそのこれはこうなんだろうって思い込んでるよりも、今僕たちがやりやすいからこうやったら便利なんじゃないかなと思うことをきっと昔の人もやってたはずですし、まあ、未来の人もやっていくんだろうなと思うんですが、まあ、人間って怠け者なんで、ちょっとでも効率的に自分のやりやすいようにやろうと思って努力するのは、まあ、どの時代の人でもそうなんだろうなと思いますね。よろしいですかね。はい、そろそろあの時間になりましたので、あのこの辺にしたいと思います。本来でしたらあの質問をお受けするんですけれども、今回ちょっとマイクを回すことができないもの、あの、まあ、あのこの中ですからできないものですから、事前に実はあの質問を、当選された方にはあの質問があればということで、本当はあの聞いた後に質問で出るもんだなと思ったんですけども、ちょっとあべこべにあのしてしまいました。ただあの一人の方は、まあ、あの鎧兜をつけるあの描くきっかけを教えてくださいということで、多分この今回 の, あの講演会の中であの答えていただいたんだと思います。それから、もう一人の方はちょっとあの全然、今回の今触れられなかったんですけれども、あのボラールとかデュラン、デュエルとか、まあ作家を売り出したように野口哲也さんにとってピアノリストとはっていうような説明があったんですね。最後、どうしましょう、田村か野口さんにちょっと一言だけお答えいただいて、じゃあせっかくだったら玉谷さんから、あの作家がいてギャラリーがいてっていう関係ですね。難しいですね。まあ、よく言えばその三船敏郎と黒澤明じゃないですけれども、かっこよく言い過ぎですか。ドラマチックですよね。確かに、あのよくあの野口さんそれこそ朝日さん、こうして館林さん学芸の方たちとの交流っていうのがどんどんいろんなことで企画をして、いろんな作家さんが来て、その作家さんの美術館の企画に乗っていくっていうのはあるんですけど、あのここはすごく難しくて、もちろんこちらは営業もしたことないですし、何か人間関係でお願いしたことでもないわけですね。全部があのなんとなくこうお話の中で話が進んでいくという、あのもちろん柴田さんにお願いした時っていうのは、たまたまアートフェアでお会いした時に、そろそろ柴田さんしませんかって言って、あそろそろ気は熟しましたねなんて言って、この企画が5年前ぐらいから始まるんですけど、あのなのでもともと言うとやっぱり作家さんありきで、我々ギャラリストは正直なところそれを邪魔しないという、その油の役目オイルの役目を必死にして、作家さんがあの作家さんの才能を信じて、もうそれにお互い信じてやっていくだけという、もうそれに尽きて、これは切れることでも何でも本当それだけですね。はい、あの美術家にとっては、まあ、私はあまりこう目に見えないものを、まあ、信じない方かなとは思うんですけれども、そういうあの展覧会が実現するっていうのは本当にあの何かのご縁なんだなっていうふうに思うことがすごくあって、あのいろんなお話があっても実現するには、例えばここは手話しですけども、今回その街の中をあの巡っていただいたように、こう野口さんとなんとなく昔からつながっているようなものが実はたくさんあって、そういうなんていうか偶然がこう重なってこの大きな展覧
覧会が実現したのではないかと思います。皆さんも多分こういう機会がなければ館林にいらっしゃるっていう機会も増えたと思うんですね。で昨日はまでは大雨だったんですけれども、ここの環境、緑の芝生が綺麗だったりとか、ちょうど稲が終わったりとか、そういうタイミングっていうのはもうこの夏のこの時期しか見られないので、ちょっと遠くて疲れたよっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、せっかくのこの機会、このなんていうか、空間で野口さんの作品を見ていただけたらとても嬉しいなと思います。最後に野口さん一言。僕お話しするんですね。油断してました。まあ、美術ってこのアーティスト、ここのアーティストが作るっていうような、まあ、共同幻想みたいなものってあるんですよね。そうだったら本当はかっこいいですけれども、美術の世界ってスーパーマンみたいな作家が一人で牽引する世界では、実はリアルな世界ってないんですよね。そこはリアルワールドではそういうことってなくて、まあ、作家さんが、まあ、書く専門がいると、やっぱり売る専門がいたりとか、見せる専門がいたり、その研究する専門がいたり、皆さんのように見てくださる専門家がいて、みんなが歯車のように噛み合わないと、このアートの世界って僕は動かないような気がするんですね。それは去年大河ドラマでやってた明智光秀もそうだったみたいに、光秀っていう、まあ、スーパーヒーローが一人いるわけじゃなくて、あの人には奥さんがいたり子供がいたりとか、有能な副官がいたり家来がいたりっていう、なんか大きな歯車の中の一つだった気がするんですね。なんか僕は歯車になんかなりたくねえって思ってた学生時代があって、なんか歯車になれなかった人が公園に寝てたりするのを見て、やっぱり歯車の方がいいやって思うようになった口なんですけれども、なんか願わくばここにいる皆さんで大きな歯車を、こうアートという歯車を回していってるっていう自覚が芽生えると、とても素敵なことだなと思いますね。僕の方からそんな感じでしょうか。はい、どうも今日は長時間聞いていただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。